ベクロメタゾーンは、ステロイド系抗炎症薬の一種。主に呼吸器症状の改善に用いられる。1964年に、英国グラクソ研究所のエルクスラが、アレン・ハンフリース社において、外皮用の副人皮質ステロイド製剤として、開発した。日本では1996年に販売された。1987年に特定フロンが、国連環境計画で規制されたため、 噴射剤と溶剤の改良により高い、肺内到達率を得た。一般的な糖質コルチコイドとしての作用、すなわち、糖心性、消炎、高アレルギー作用、高エオジン白血球減少作用を有する。それにより、抗鼻炎、抗鼻閉などの効果を発現する。鼻空粘膜に吸収された後、速やかに不活性体に代謝されるため、 副腎皮質ホルモンの重篤な副作用である下水体、副腎皮質系機能の抑制作用は比較的弱いという利点がある。ただし、広い範囲で投与できないという欠点も同時に持ち合わせる。局所投与で使用し、粘膜から吸収されても不活性物質に分解されるまでがとても早いため、全身性の副作用が少ない比較的安全な医薬品である。 ベクロメータゾンの場合、投与経路が気管支や皮膚などの局所に限られている。そのため血中への移行が少なく、副作用の発現頻度や程度も低いとされる。しかし実際には程度が低いというだけで、コルチゾールやプレドニゾロンのそれと種類はほぼ類似する。以下の症状がある患者には多剤で代用するなど、検討してからの投与が望ましい。インターネットの普及により、 手軽に購入することができる薬の一つであるが、医師相談のもとで適切な量を服用するのが望ましい。ベクロメタゾンの近忌は以下のようになっている。原則として以下の疾患がある際には特に必要である場合のみ、ベクロメタゾンの投与は認められない。妊婦、または妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が 危険性を上回ると判断される場合にのみ投与することと各視添付文書に記載されている。なお、マウスによる動物実験では胎児の再起還作用が報告されている。一般には高齢者は生理機能が低下している場合が多いため状態を観察しながら慎重な投与することとなっている。小児への投与は長期的に大量に投与すると成長遅延をきたす。 恐れがある。しかし、他の全身性ステロイド剤よりは可能性は低いとされる。副作用を防ぐ目的で、特に小児にはうがい、もしくは高校内を進むことを指導される場合がある。医薬品インタビューフォームマイナス大日本住友製薬、PDF。ありがとうございます。